どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？はい。僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったガジェット製品とかを中心にご紹介させていただいているチャンネルです。このように再生リストまとめさせていただいております。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい。今回なんですけども、財布を紹介しようかなと思います。はい。ね、新年、やっぱ結構皆さん、財布とかそういったものを買えるっていう、まあ、ニーズとか高いと思うんですけど、今やっぱりですね、財布の中で人気な部類で言うとミニ財布になっております。僕自身もですね、普段使ってる財布っていうのがこういった、財布になっていて、結構小さめの財布です。はい。以前使ってたやつはこれぐらいのサイズ感で、よくあるような折り曲げ財布だったんだけど、やっぱりね、まあ、カードの量とかを減らしたりとか、あとお札の量を減らしたりとか、あと最近だとね、ペイペイだったりとか、そういった電子決済もあるので、こういった小さい財布っていうのを結構僕もね、使いやすいなと思い始めてきたので、こういった小さい財布にしております。はい。とはいえど、僕のこの財布もそうなんだけども、やっぱりまだまだ現金対応のところも多いっていうところで、シンプルになりすぎるとちょっと使いにくいっていう点もあるんだよね。なので今回はお札も使いつつ、なおかつ薄くそしてシンプルな財布っていうのを紹介しようかなと思います。今回紹介する財布はこちらです。はい。こちらのですね、進化というですね、財布になっておりまして、これ、薄いっていうこちらの単語と容量っていうこちらの単語、この二つを合わせて作られた、まあ、造語の財布になっております。現在幕開けの方で、スライド式カードケースで薄く小さく使いやすい進化した二つ折り財布進化という形で、こちら出資支援の方を行っておりまして、これね、まず一つ言っておく、めちゃめちゃ薄いです。見てください、この薄さ。ほら、めっちゃ薄いでしょ。はい。これだけ薄い財布ってなかなか見たことがないので、結構ね、コンパクトな財布でカードの容量、あとは小銭、現金決済の部分のところとかも妥協したくないよっていう人にはすごいおすすめかなと思うような財布になっております。こちらの財布、これから詳しく見ていこうかなと思うんですけども、まずはですね、こちらの財布の特徴っていうのをご紹介させていただきます。特徴としてはこんな感じです。はい。3つありまして、まずは小さくて薄いのにもかかわらず十分な容量を確保できているという形になっております。僕が、最初にお見せしたこちらの財布に関しましては、小さいっていうところでは申し分ないんだけども、容量っていうところではそこまでないんだよね。なんですけど、こちらに関してはこの縦の横の容量っていうのはこっちの方がやっぱり大きいので、そこの部分はあるんですけども、その分ですね、現金決済っていうところに関しても妥協せず、まあ、作られていますので、そういった意味でもすごい使いやすい財布かなと思います。あとはカードはスライド式で出し入れしやすくなっている特殊構造を使っているので、そこのところもぜひ見てください。で、最後が、これこんなに薄いのにもかかわらず、お札12枚、カード6枚、小銭16枚ほど収納できる使いやすいミニ財布になっていますので、そこら辺のね、実際これ自身僕が届いてから3日4日くらい使って、お札とか小銭とかも入れておりますので、そこもねぜひ見ていただければと思います。はい。それでは早速こちらの進化一緒に見ていきましょう。はい、お待たせいたしました。こちらが今回紹介する進化という財布になっております。はい、結構ね、この正方形のフォルムで可愛らしい形の財布になっています。はい、実際今回はキャメル色を、メーカー様からご提供いただいたんですが、キャメル色の他にもこのような形でですね、ブラック、グレー、イエロー、あとはこれ、ボルドーみたいな赤色の色、あとはグリーンという形になって、男性および女性でもどちらでもお持ちいただけるようなシンプルかつ綺麗な色味で、準備していますので、まあ、カジュアルなシーンから、まあ、こうビジネス、フォーマルなシーンまで幅広く使っていただくことができるんじゃないかなと思います。はい。で、こちらのシーンか、ちょっと軽くスペックの方を紹介させていただくと、未収納時で 9cm×8.8cm×1.3cm という形で、かなりこの物を入れたりした時も薄くなるような財布になっています。で、肌触りとしては、なんかこうオイルチックな感じの革になっているので、持った時に結構肌触りとしてはしっとりした感じの革の財布になっています。で、昨今のテクノロジーの進化とかにより急激にこうキャッシュレス化が、まあ、今現在進んでいるんですけども、まあ、多くの現金やカード類の常備用になった一方ですね、まだまだこのキャッシュレス派っていうキャッシュレス化っていうのが行き届いてない店とかって結構あると思うんですよ。そういった店にこの対応できるのが今回のこの進化になっていまして、これね、中身のこの構造っていうのが結構ね、この現金も入れやすいのにもかかわらず
余分なものが一切排除した形になっているので、すごい使いやすくなっています。先ほどの特徴でも言ったように、紙幣12枚、カード6枚、そして小銭としても、まあ、1000円分約16枚ぐらい入るような形になっているっていうふうに言ったんですけど、これ本当にそんなに入るのっていうふうに思われるかと思うんですが、ちょっと見てください。パッと開けるとこういう感じで見開きの構造になっていて、ここの部分が、いわゆる紙幣を入れるゾーンです。はい、ここの部分、今現在入れているのが1万1000円という形で、1万円のような大きいお札から1000円のようなね、まあコンパクトな、お札に関しましても、こういった形で入れることが可能になっています。はい、で実際このエッジのカーブに関してはそこまで強くないので、ピン札を入れた時も、まあ折れ曲がったりとかもしないかなって感じです。はい、で一応ここの部分にお札を受けるための受け皿がある形になっていますので、ここにお札をしっかり挟んでいただければ、お札っていうのがこうひっくり返した時もですね、落ちることがない形になっていますので、そこもすごい安全なところになっております。で、小銭を入れる分に関してはここになっていて、ボタンとかは特にないんだけど、もうしっかりとこの型がこう折れ曲がっている形になっているので、小銭がねこうひっくり返した時も落ちてくることもないっていうところもすごいいいポイントになっています。で小銭に関しては今現在これぐらい入る100円とかからこういう10円とか5円とか、そういったものもしっかり入る形になっています。入れ方としては、まあ、ちょっと重ねるっていうよりはこう猫バセルみたいな形になっているんですけど、こういった形にすることによってたくさんの容量が入れれるような形です。はい、で後ろの部分に実はこれキーポケットっていうのがあって、こういった鍵類をですね入れることも可能なので、それこそ最近だと結構荷物を減らしたいっていう人いらっしゃる、そういった人とかにも結構良くて、キーケースを持たなくても、この財布を持っておけば財布兼キーケースの役割になるので、そこのところはすごい便利になるんじゃないかなというふうに思います。はい、で最後このカードの部分に関しましても、カードの部分こういった形でですね、ハードカードから、ソフトカードを含めてですね、こういった感じで、今 1,2,3,4,5 枚入る形になっていて、カードに関しても取り出しやすい方を備えているっていうところからも、すごいたくさんの、ものが入る、キャッシュレス時代のミニ財布としても十分な、スペックを持ってるかなと思います。はい、で早速こちら仕様とかそこら辺のポイントをご紹介させていただくと、まず一つ目が財布でポケットがかさばらないっていうところがこいつのすごいいいところです。はい、一般的な二つ折り財布っていうのは、結構太めではあるからこそ、かなりですねこの、ポケットに入れたらかさばりやすいっていうのがあるんですよね。はい、例えば今僕が使っている財布、ミニ財布っていうところでは申し分ないんだけど、これ、ね、ほら見てもらってわかるかな、折りたたみ機構であるからこそ結構分厚いんですよ。なんですけども、今回のこの財布折りたたみ機構であるにもかかわらず結構薄めなんですよね。なのでそういった意味でもポケットに入れた時に、この膨らみとかがあんまりないからこそ、他のスマホだったり定期入れだったりとかですね、そういったものとかも、ポケットに入れることが可能になってるんですよ。なのでそういった意味でもすごい使いやすいと思います。で僕がこの財布にしていいなって思ったのがこのカード機構の部分なんですけども、カードがここの部分に入ってるからそう落ちてくることがないんですよ。で僕が今使ってる財布ってこういったミニ財布の機構になってるので、こっち側に関しては、全然いいんだけど、こっち側下にした時にカードがたまにこうずれて落ちてきたりとかするんだよね。でこれって最初のうちはなかったんだけど、この皮っていうのが緩み込めば緩み込むほどこのやっぱ広がりっていうところから、やっぱ出てくるんで、それによってこう落ちてしまうっていうことがありがちだったんですが、今回のこれに関してはここに、まあカードポケットがあるっていうところからですね、そういったことが起きないっていうのはすごい僕は便利かなっていうふうに思いました。さらにこのカードをしまい込む機構っていうところが結構僕はこの、今回のですねこのミニ財布である、進化のですね、大きな特徴かなっていう風に思っておりまして、この進化通常のカードの入れ方とはちょっと若干異なっています。はい、通常のカードの入れ方っていうとやっぱりここ折り曲げたりとかしてちょっとカード入れたりとかだと思うの、今回のこの進化に関しては取り出しやすさ及び入れやすさっていうのを重視していて、この小銭の部分実はこういう風に伸びるんですよ。こうすることによってカードが入れやすい、なおかつカードもこういう風にね入れてもらってキュッとすればしまい込みやすいっていう意味でも、こうスライドして出せるっていうこの機構はめちゃめちゃ便利だなっていう風に思いました。で
これ簡単な仕組みにはなってて、単純にここの部分のカード入れのここね、なんかフィルムみたいなのが繋がってるんですよ。で、それによってこうアコーディオン方式でここをスライドしているだけではあるんですけども、このフィルム素材を使用することで財布の厚みが増すことなくスライドさせる仕掛けを搭載することができたので、ここはかなりね新しい、まあこの財布の仕組みだなっていうふうに思いましたね。はい。で実際この、まあカード機構を搭載したことで、これすごいいいのが、何かっていうとですね、この縫わない町構造っていうのをこの財布は、使っておりまして、通常の財布ってサイドを縫ってるんですよね。なのでまあ結構この町を縫うためのまあ余分なスペースっていうのを、確保していたんですよ。そのため薄さだったりとか全体のこの大きさっていうのもあまりこう薄くするのに限度があったんですけども、今回のこれに関してはカードケース部分の町を縫わずこう折り曲げ機構にしているっていうところからですね、これに関しては、もうほぼ、横幅に関してはカードサイズギリギリの9センチっていう非常にコンパクトなサイズにすることができたっていうのはすごいいいところかなと思います。で、この横幅が、まあ実際ね、こう大きくなりがちの財布とかと違ってカード本来の、大きさになってるからこそ、まあ本当にカードを持ち歩いているような感覚でポケットとかそういったところにも入れていただけるので、ここら辺のところはかなり、僕としてはこだわってるポイントだなっていうふうに思いましたね。はい。で、その他にも先ほど言ったこの小銭入れの部分に関してもですね、実際にこの積み上げ方式にしているからこそではあるんですけども、小銭の種類とか、判別がしやすいようにちょっと若干浅めな構造にもなっているので、すぐにこう会計を済ます時とかにもですね、結構小銭にどれを取ればいいのかなっていうのがチェックしやすいっていうのもすごいポイントは高いんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。それじゃあこちらの、進化ですね、皆さんと一緒にまとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、こちらの進化という財布をご紹介させていただきました。非常にですねメリットが多い財布になっていて、僕自身ねこの財布自体をですね、3、4日使っては見てみたものも、やはりこの薄さっていうのはすごいねこのメリットが高いなっていうふうに思います。はい。実際に使ってみていいところ悪いところを紹介させていただくと、まずいいところとしてはこんな感じになっていて、やはりこの薄さですよね。この薄さだからこそ、こういったポケットとかに入れた時も邪魔にならない。で、なおかつ、他のね、大きい、こういったスマートフォンとかを入れる時とかにも、かさばりにくいっていうところはすごいいいなと思いました。はい。で、あとはこの、革のしっとり感っていうところで、結構ね、このしっとり具合がかなりいいので、手にフィットした時に、こう気持ちいいなって感じがします。はい。あとは、このエイジング効果が期待できるような革の、まあ性質になっているので、長年持ち歩くことによって、今これ、キャメル色で結構明るいと思うんだけど、もっとこれ暗くなると思うので、長年使っていただくことで、財布とともにこう人生も歩めるんじゃないかなっていうふうにも思いました。はい。で、その他にも、このカードケースの取り出し機構だよね。ここの部分がすごい新しいなと思っていて、こういうふうにね、やっぱりこうスライドすることでカードが取り出せる、そして入れれるっていうのは、全くもって新しい機構だなと思って、僕自身も、まあこうカードとか、僕自身もこういった財布とかを生産管理で作っていたことはあるんだけども、この機構は初めて見たなって思ったので、あ、これは使いやすい、そしていいなっていうふうに思いました。じゃあ一方残念なとこ何ですかっていうと、残念なとこね、今回のこれ特にあんまなくて、強いて言えば僕みたいに男性で結構ウォレットチェーンとかをつけることが多いので、なんかこういったパンチ穴とかがあると、よりそういった、まあ選択肢っていうのも増えると思うんだけど、まあそうじゃなくて、普通にそういったものをニーズとしてないのであれば、デメリットはないんじゃないかなと僕は思います。はい。表面のこのシンプルさっていうのもしっかり保っておきながらも、このさりげないところにね、こういった感じで、片押しで、しっかりとこのブランドネームを押しているっていうところからも、見えないところに押してくれているのもすごい僕としては共感性も高いし、結構僕としてはこの財布いいなって感じがしました。はい。今回のこちらの財布、現在も幕開けの方で出資支援を行っておりますので、ぜひ皆さんお好きな色を支援してみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。